千代綾香は、元ナックファイブのプロ野球リポーター。血液型大型。埼玉県出身。1987年の日本シリーズでの清原、和弘の涙を、西武球場で見て以来、ライオンズファン、清原ファンとなる。埼玉県立浦は第一女子高等学校を経て、慶応義塾大学卒。2004年にナックファイブのプロ野球リポーター募集で2000人。 近い応募者から選ばれる。ライオンズファンゆえリポーター募集に記念受験のつもりで受けたと語っている。2004年はサブリポーターとして登場し、2005年から吉野朝子に代わり、ライオンズナビゲーターの4代目に就任。前職は、水保コーポレート銀行で契約書の作成、法人営業などの業務をしていた。 慶応義塾大学在学中は、慶応スポーツナルサークルに属して6、大学野球取材などをしていて、同期には佐藤祐介がいる。2008年には番組の特別企画として、実況を試合の一部だが担当した。2009年6月6日に横浜スタジアムで行われた横浜ベースターズ対埼玉西武ライオンズ戦で、初めてヒーローインタビューを担当した。 2010年も横浜スタジアムではヒーローインタビューを担当している。2012年1月中旬、一心上の都合によりライオンズナビゲーターを退任した。退任にあたってファイ5からの正式なコメントは一切行われていない。ABC2010 年8月9日のフレッシュアップ級にゲスト出演した際に発言。魚かとネット。 スポーツアナカトウアキラの熱気実況日記ようやくプロ野球モード2012年2月6日閲覧ありがとうございます。